あなた、運がいいんだって。また先生の予言が当たりそうです。先生が元プロ野球選手 K さん、またシャブを再開したのではないかと配信で言っていましたが、金ちゃんという方がそういうツイートをしていましたよ。見てください。先生はバーナム効果ではなく本ちゃんで予言当てるからおもろいですということですね。いや僕当ててないですけどね。多分匿名希望さんが言ってるのはですね、田中幸喜くんがですね、僕が動画で薬でね捕まった時にですね、また捕まりますみたいなこと言ったんですけど、あれ実を言うと当たってないんですよね。僕は動画でですね、まあ薬物なんでね、ほとぼりの冷めた頃にですね、また逮捕あるかもしれませんねっていう話をしたんですよね。田中幸喜くんはカトゥーンでしたっけ、したんですけども、全然彼ほとぼり冷める前にね、冷めるどころか出所した途端にまた捕まってたんでですね、全く当たってません。あと薬物系はですね、またやるよみたいなこと言ってたらですね、大体当たります。これは乾燥枠とか関係ないと思いますけどね、そこそこ確率のいい、なんていうんですかね、馬券が買えると思いますね。単勝 1.2 倍ぐらいじゃないですかね。副賞だったら 1.1 倍ぐらいだと思います。なんで別にね、僕が言ったプロ野球選手 K さんはそうですね、今あの出てる人ですね、これも僕が乾燥枠で言ったわけじゃなくてですね、僕のね、パイセン、いつもご飯行ってるグルメパイセンですね、食いしん坊 P っていうですね、アカウントでインスタやってるパイセンがですね、趣味がグルメとサウナなんですよ。で、そのパイセンはですね、北海道から沖縄までのですね、有名なサウナとご飯屋さん、特に寿司とかうなぎとかですかね、そういうのに行くのが趣味なんですよ。で、いろんな各地方の有名なサウナがあるんですよね。やっぱ東京出張が、まあ仕事もやってはるんで、はい、東京出張がめちゃくちゃ多いんでですね、なんとかアダムとイブみたいな感じの有名なサウナがあるんですよ。元プロ野球選手のですね、まあ怖い選手ですね、 K さん、もともとそこのサウナのすごい常連なんですよ。一回その薬で逮捕されまして、でそれ以降来てなかったんですよ。パイセン情報でですね、最近またこの K さんがそのサウナにですね来るようになったんですよ。それで僕がどっかの配信でですね、その話をして、またサウナに来るようになったっていうことはですね、イコール薬をやり始めたっていうサインじゃないかっていう話をしてたんですよね。実際にサウナで薬ってあんまり抜けないみたいなんですけども、あのよくその麻薬中毒者の人とかですね、薬やってる人ってサウナに来たらですね、なんかやっぱね、ちょっと抜けた感じになるみたいなんですよ。実際はほんまあんま抜けないらしいんですよ。僕はこれ刑事に聞いたんですけども。でも、ちょっと薬が抜けた気持ちになるらしいんですよね。なんで、麻薬中毒者とかですね、薬やめられない人っていうのは、もうサウナが瞬間になるんですよ。そうそう、汗が出るんでね、汗と一緒に薬が出るような感覚があるみたいでですね。それで、ずっとこの K さんですね、来てなかったのに、またサウナに来だしたからパイセンがですね、あれまたシャブやりだしたでと。なんで僕こういう YouTube とかやってるの知ってるんで、それ言ったらいいんちゃうとかっていう話をしてたんですよ。先に言ってたらいいっしょみたいな感じで。なんで僕はね、嘘とかつけないんで、例外見えます、あの人はもうすぐ逮捕されるでしょうみたいなこと言ったらですね、パイセンの情報とか言わずにね、予言が当たったことになりますけども、僕はあの正直なんで、普通にパイセンがサウナで目撃をしたというだけの話ですね。でもこの方のツイートは知らないんですけども、別の人からも先週のインスタグラムかな、質問コーナーで来てたんですけども、もともとこの K さん、プロ野球選手の K さんですね、今月も陰性反応でしたみたいな、なんか報告をしてたみたいなんですけども、それがね、なんか4月か5月以降からですね、その報告とかもやってないらしいんですよね。なんでやっぱそういういろんなとこから僕の元に情報が来るんですよ。でもそのパイセン以外にもね、やっぱこうインスタとかこういうマカロンとかから全部来るんで、なんでやっぱいろんな人の証拠をですね、積み上げていったらですね、やっぱりもうやり始めてるんだろうなと思いますね。なんで逮捕は X では近いんじゃないかなと思いますね。なんでまあこれはね、ちょっとかわいそうって言ったらおかしいかもしれませんけども、本人のね気持ちは、どの薬物中毒者の人もそうなんですけども、本当はやめたいっていう気持ちがですねあるんですよ。僕の知り合いとかですね、今までの相談者とか893の人とかみんな言うんですけども、本当にね、みんな絶対に辞めたいっていう気持ちあるんですよ。まあそれは見つかったらね逮捕されますから、そういう気持ちがあるんですけども、マジでね、やっぱケミカル、マリファナとかじゃないんで、コカインとかヘロインとかですね、ああいう類の、まあ、覚醒剤とかはですね、やっぱり辞められないみたいなんですよね。分かっちゃいるけどやめられないっていうですね、植木仁さんの歌みたいな状態になってるんで、 K さんもですね、まあ結構頑張ってる様子とか出てましたよね。何ヶ月かは Twitter とか他のニュースでも取り上げられてましたよね。
タトゥーを消したりとか、そういうニュースとか、あとなんか息子さん頑張ってるんですよね。そういうニュースとかも出てね、まあ本当にね、やめられてね、完全に薬を断つことができて、今後ね社会復帰して、昔はスター選手でしたから。でもまあ昔からね、僕は彼の飲み方とかを20年前から北新地で見てるんで、それはね評判非常にこう良くなかったですけども、まあでもいろいろ反省してね、今後は真面目になれるんだったらですね、まあそれに越したことはないなと思ってたんですよね。まあ家族もいますし、神楽キャットさんのように誘惑が非常に多いみたいで、要するにまあシャブを売ってる薬屋さんからしたらですね、買ってくれる人はいいお客さんですから、無理にでも売りに来るんですよね。で一回やらしたらまたハマるの分かってるんで、要するに売る側は何としても売りたいんですよね。某マーシーさんもね、握手会で握手するときにですね、その薬を握らされたという話がありましたけども、まああれ実際の話でしょうね。そう、無理にでもね売りに来るんですよね。まあ乗客になりますからね、お金があれば買ってくれますから。これはまあ予言ではないですけども、ただの情報、いろんなところが情報入ってね来てるだけですけども、結構まあこんだけ僕に入るってことは、今やね警察とかは情報を使ってるんで、もう分かってると思いますね。あとはもう証拠を抑えるとかだけでしょうね。いつ行くかとかいう、そこまでの話になってるかもしれませんね。もう内定とかついたりとかですね、行動を把握してまあ逃がさないようにね、現行犯とかじゃないと多分ダメだと思うんで、持ってるとかね、そういうのを狙ってるもう段階かもしれませんね。だから案外近々ね、そういうニュースが朝起きてですね、ツイッターとか開いたりヤフーニュース開けたらですね、やっぱり捕まったんやっていう時が来るかもしれませんね。はい、ということで皆さんもこれ反面教師にしてね、まあ絶対に薬とかには手を出さないようにしましょう。動画が面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石、質問いつでもお待ちしております。